メルセデスベンツ CL クラスメルセデスベンツ C215 メルセデスベンツ C215 はドイツアメリカ合衆国の自動車メーカーダイムラークライスラーが生産し同社がメルセデスベンツブランドで販売していた2代目 CL クラスである C215 は S クラスのプラットフォームをベースにしているが大排気量のエンジンのみがラインナップされた 1999年のジュネーブモーターショーで CL500 が発表され、日本とヨーロッパでは1999年秋から販売された。2000年に12気筒エンジンの CL600 が追加された。2006年3月にフルモデルチェンジされるまで4万6000台の C215 が販売された。C215 には金属バネをベースとしたアクティブサスペンションである。 アクティブボディコントロールが採用され C215 はドイツ車で初めてアクティブサスペンションを装備した車となったこのテクノロジーは CL クラス以外では S クラスと SL クラスのみに採用されている他にも以下の装備が搭載されているオプション装備2002年にマイナーチェンジしヘッドライトとフロントバンパーの衣装が変更された CL600 と CL55AMG は新開発のエンジンが搭載された。すべてのモデルについてアクティブボディコントロールが完了され、アクティブサスペンションの制御に車両重量が考慮されるようになった。2002年にマイナーチェンジされるまで CL600 に搭載されていた5.8リットル V 型12気筒エンジンは2個のスパークプラグをタイミングをずらして点火させるデュアルイグニッションや 低負荷時に左側バンク6気筒を停止させるシリンダーカットオフシステムが採用された。2002年のマイナーチェンジで新開発のツインターボチャージャー付き V 型12気筒エンジンが搭載され、最高出力は36%向上し、最大トルクは51%向上したが、シリンダーカットオフシステムは採用されなかった。c l 五百には5.0リットル V 型八 気筒エンジンジが搭載された。トランスミッションは2003年10月までは5速、AT が搭載され、2003年11月からは7速、AT である 7G パラーノックが搭載された。CL55AMG は 265kW の 5.4LV 型8気筒エンジンが搭載された。このエンジンは2002年まで SL55AMG に搭載されていた。 2002年からはエンジンにスーパーチャージャーが追加され、CL600 の V 型12気筒エンジンと同じパフォーマンスを獲得したほか、ティップシフト機構付きの5速 AT も搭載された。2002年に期間限定で販売された CL63AMG には AMG により容量がアップされた V 型12気筒エンジンが搭載され、 最大出力は 326kW に達した。さらに2003年に CL65AMG が発売され、最大出力は 450kW に達し、最大トルクは1000ナノメートルに達した。ありがとうございます。